理想の息子、お前らに一つ言っておく。これからやりたいこと、好きなことが見つかったらいいか、恥ずかしいくらい、みっともねえくらい努力しろ。俺もそうする。世界をつかむ。藤ヶ谷太輔演じる三船健吾、最後の最後見事に決めてくれたって感じでね。そうですね、うん、かっこよかったですもん ね、 そしてその本当の実力の前にはさすがの鈴木大地のマザコンコアラパンチも歯が立たなかった。マザコンコアラパンチがあんなにしょぼく見えることはなかったですね、うん、ねしかしね、はい、あのやっと会えた健吾の母親が、はい、若年性アルツハイマーだったっていうのはね、うんうん、ふざけんな、覚えてねえのかよ、俺のことも忘れちまったっつうのかよ。なんか本当に切ないシーンでね。そうですね、気持ちもわかるんですけどね、病気やったらしょうがないっていう部分もありますしね。そうそうそう、でもまああの雰囲気だったらね、はい、なんとか息子のことを思い出して、お互い微笑み合うことができるっていうような、次に期待も持たせるいい再会シーンだったとは思うんだけどね、はい、このドラマってなんかおちゃらけっぽかったじゃないですか、うん、でも中にこうちょっとそういう風なシーンもあって見たりとかっていうのでね、うん、楽しく見させてもらったんですけど、うん、はい、でまあね、うん、始まる前はね、はい、これが近親相関っていうことまでも、うん、テーマに取り入れてくる、はい、そういういかにも野島伸二らしい母と子の関係を描いてくれるんじゃないかっていうね、はい、そういう期待感が高かっただけに、はい、蓋を開けてみて、うん、まあ大人の事情とかいろいろ言われる中こういうコメディに落ち着いたっていうのが、うん、まあまあでもコメディとしては面白かったと思いますよね。うん、ただでもあんだけ母ちゃんが好きだって言ってる人ってあまり合わないですけどね。で、あそこまで言い切れるからこそ、それこそマザコンじゃないというかね。あれででも見たらマザコンって何なんでしょうね、うん、マザコンと母ちゃんが好きの違いっていうのはあるのかなと思ってみたりね。あ、で最後にね、はい、海が結婚という形をとって、うん、一応これ子離れ親離れがどちらもできたということになった、はい、だからこそマザコンじゃないと、ただ母ちゃんが好きなだけだっていう、うん、ここに説得力を持たせた、はい、まあでも全然結婚しても変わってなかったね、状況はね、うん、あの鈴木家でね、はい、お隣の倉橋さんを招いてお食事っていうのは、はい、これもずっと永遠続いてきたことなんで、うん、そうなんですよ、なんだ変わってないなとただそれとああいう結末に持っていったっていうのは、なんといっても鈴木京香のウェディングドレス姿を見せたかった。なるほど。そしてなんと公式サイトの柔道部丹波岩尾の愛と情熱のコスチュームチェックっていうのも案の定、はい、押す。とうとうこのコーナーも最終回になってしまった、うん、最後の集大成にふさわしいコスプレを用意したぞ。ウェディングドレス、まるで子犬のように無垢で純粋な鈴木の心を表し、ふわふわな袖のフリルが綺麗な鈴木の顔をさらに際立たせるウェディングドレスがたまらなく可愛い。この鈴木の純潔さにさやかも今回は絶対立つと思ったのだが、ダメだった。しかしゴキブリに驚いた拍子に、なんとさやかが立ったのだ。さやかが立った、さやかが立った。鈴木は自分がゴキブリ以下だとショックを受けていたようだが、大丈夫だ、わしのもう一人の妹楓と鈴木のために次のコスプレを考え続ける決意だぞ。うん、まあいろいろね、こう、うん、衣装チェンジ見れましたんで、うん、それこそその山田君ファンにとっては楽しみの一つやったんじゃないかなと思いますけどね。ね、うん、でまあもう少しね、うん、本編の流れにうまく絡ませながらっていうふうに思ったんだけど、はい、もうここまで割り切って、うん、とりあえず CM と同じ感覚で差し込んでいったっていうのは、はい、これある意味見事というかね。いやもう逆に良かったみたいな感じですね。そう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 、まあ生地ね、はい、リンクさせるっていうことになると、うん、それこそそのための仕掛けをしなくっちゃならなくなったり、はい、それが足かせとなったり、うん、どっちかっていうとろくなことがないんでね。そうですね、うん、ところで、うん、気になる視聴率は、はい、最終回 12.5、うん、平均 11.9、はい、最高が 14.0 で最低でも 10.0、はい、まあなかなか安定していたというか。そうですね、うん、頑張ってましたね。ねえ、うん、そしてそんな理想の息子にまた今回もあの方からメールが、はい、ワニ川くんとハブくんが食べていたコアラの顔をした食べ物がパンなのかおにぎりなのかが気になる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ちなみにあれはコアラパン、あの中身はクリーム入りで税込み315円、あの現在は日テレタワーの中にある日テレ屋のみで限定販売ということで、ほう、ネットとかでも買えないんですね。ちょっと前まではね、うん、やってたんだけど、はいはいはい、まあ好評につきね、はい、なかなか量産もできないということなんじゃないかと。なるほど、うん、
さて理想の息子最終回、うん、それぞれのキャラクターパンチを全部登場させてしまうというかなり強引ではありますがサービス精神旺盛な展開だったのではないでしょうか、はい、最後は互いに子離れ親離れできたといった感じの終わり方でしたね、うん、子離れ親離れの瞬間を描いた映画といえば、はい、2002年に公開されたスティーブン・キング原作のアトランティスの心を思い出します。主人公は母親と二人暮らしの少年で、母親の言うことを何でも素直に、そして時には嫌々ながら受け入れて育ってきたものの、最後には多少わがままな母親に少年自身も、そして母親も驚くほど、その少年は母親にはっきりと文句を言ってしまいます。つまり、親の言いなりになることから決別していくのです。で、その瞬間、互いに子離れ、親離れしていきます。アトランティスの心という映画のタイトルには、少年の頃は大人には見えないものが見えていたけれども、親離れし少年から青年になった瞬間、それは幻の大陸のように見えなくなってしまうという意味が込められているそうです。その成長の過程で未来を見通す能力を持った不思議な男性との出会いと別れがあったり、好きな女の子とのエピソードがあったり、友人たちとバカなことをして過ごす日々があったり、親に抵抗したいものの思うように言えない日々があったりと、誰もが通り過ぎていく少年時代を見事に描いた作品なのです。公開時にはヒットもせず、評論家からも見放されたような状態でしたが、私にとってはその1年間のベストワンとしたほど素晴らしい作品なのです。そう思うと、理想の息子もやはり互いに親離れ、子離れをしていくという終わり方が一番良かったのだろうなと思います。映画もドラマも様々なお母さんが登場してきます。今後どんなお母さんが登場するのかを楽しみにしながら、次のクールを見定めたいと思います。はい、そして理想の息子の後を受ける2012年4月クール土曜ドラマは、三毛猫ホームズの推理、赤川二郎の名作ミステリーをドラマ化、ダメ刑事と人間の言葉を理解し名推理を発揮する三毛猫とのコンビが難事件を解決、新感覚謎が連鎖する体感型ミステリードラマ、主演に嵐の相葉雅紀、はい、共演陣には藤木直人、関ジャニ∞の大倉忠義、大政綾、マツコデラックス、おみとしのり、石坂浩二、累計発行部数2600万部という34年も続く長寿シリーズがいかなる味わいで実写化されるのか、うん、新ドラマ三毛猫ホームズの推理、はい、楽しみにしたいと思いますね。はい。